はい、皆さんこんにちは、ミカミックスです。ドラゴンファンタジー2、前回の続きからやっていきたいと思います。ようやく闇の世界攻略っすね。てかどこ行けばいいんだかわかんない。うお、いきなり敵が出た。これさ、戦うしかできないよね。こいつらの強さどうだったっけ。あ、装備すらあれダメなんだ。完全に戦うオンリーだな。ビビとかマジ弱えな。そうすると29とか、これきついな。痛い痛い痛い。ちょっとユフィ外そっかな。ユフィじゃねえや、ビビ外そっかな。レベル26くらいだったっけ、馬車メンバー。あれ入れ替えできたっけ。ちょっと戦闘がめんどくさいな。ゴスペルリングの出番か。一歩歩いたら出たかな。ゴスペルリング使っておきましょう。ちょっといろいろ、せめてな、暗黒が使えないとちょっとめんどくさい。戦闘が長引く。これなんだ、変な魔法陣みたいなのがあるけど、うーん、一応ちょっと行ってみっか。おお、なんかワープした。え、ここいいの来て。やばくねえか。これ完全にだってさ、エクスデスの城でしょ。城かどうか知らないけど、もう少し探索をしましょう。ほら、ああいう祠とか。なんでさ、こんなさ、普通のところにさ、あんの。ちょっと祠だよ、祠いっぱいある。ここで多分一個ずつ封印を解いていくんだよ。おお、クリスタルルームじゃ。ボスっぽいな。とりあえずゴスペルリングは全く意味ないんで、怒りのタトゥーとかあれだしな。まあ、ちょっとリジェネだな、回復できないんで。あ、ビビちょっと外したい。あ、それ入れ替えできねえんだ。うわー、もうこれで行くしかないか。もうすぐだ、もうすぐで人間の世界は終局を迎える。そしてエクスデス様が新たに魔物の世界を創造されるのだ。マジこれで戦うのかよ。なんだよこいつ、ダークバハムートじゃねえか。もしやだ、シャドウフレア。だってなんだ。だ、シャドウフレアって。いやー、やばい、これやばいぞ、戦えないよ。いや、ダークバハムートはきついでしょう。回復しちゃった。やばい、ピサロもダメじゃん。じゃあ、いや、これ負けだな、負け戦だ完全。ユフィ早っ。だあ、灼熱。勇者はフバーハ持ち。いや、これ絶対惨敗だよ。こいつダメ、攻撃できないもん。逃げられんのこれ。あ、逃げた。これ無理っす。帰りまーす。こんなやつらと。あー、しまった、ゴスペルリング外しちゃったんだ。ちょっと一旦希望の祠に行ってビビを外そう。クリティカルが出てピサロと同じだからな。ユフィのブーメラン何気に役立つな。これ死ぬぞ、危ねえ。早いし、メタルウィング買ってあげればよかったかな、こうなるんだったら。ただ1体になるともうあんまり効果がないっていう。あ、これあれか、ヒットポイントが半分になるってやつね。キメラの翼って使えるのかな。いや、ゴスペルリングがあるんで、ちょっとゴスペルリングを装備して大活躍だな。だって入れ替え無理だよねこれ。あ、できる、あ、できない、できない。ビビを外そう。肉弾戦にするんで、テリーにするかアーロンにするか悩みどこだな。これでな、セーブが解放されたとか言っても困るんだけどな。テントが足りんマジで。何にもせず希望の祠に逃げ帰ってきた。ここでも入れ替えらんないの。もうめんどくさいな。どこに来るんだっけ、天空城か。天空城じゃ天とか買えないから、絶対天とか売ってるとこ売る。
ラダトームとか行くとテント売ってないからね、最初の街だから。もうこの終盤の街なら絶対売ってるでしょ、もうすべてがある。もういいや、30個ぐらい買おう。メタルウィング買えないな、1万円しかない。ここでじゃあ入れ替えしないといけないのか。ビビは外して、ユフィは全体攻撃持ってるんでね、何気に役立つんで、どっちがいいかな。29レベルと26レベル。攻撃力的にはアーロン強いな。テリーが何を装備できるかだな。ちょっと、あ、アルテマエポンいけんだ。装備させよう。で、盾は、どうせ回復できないんだから、魔法用に、アルテマエポン両手剣か。そういうことね。じゃあ、エクスカリバー2でいいかな。いや、ちょっと回復を考えて奇跡の剣にするっていうのも手だな。ちょっと安全性重視で。で、ドラゴンメール。ちょっとドラゴンメールはさすがに弱すぎるか。黒装束装備できんな。事故死を防ぐために黒装束装備して、頭は魔力上げてもしょうがないんで、魔力上げてもしょうがないんで、源氏の兜で少し底上げするか。奇跡の剣だしな。アクセサリーは、これはどうしよう。まあ、命のリングで奇跡の剣とコラボするか。よし、これでちょっと、なんかの封印を解いていこう。じゃあまたちょっと希望の祠に戻りましょう。何も進んでないけど、始まってから。やったことといえば、おめおめと逃げ帰ったことだけ。右の方の祠を見てみますか。てかさ、もうあの絨毯みたいな感じで置いてあるのが、イカれてるよな。なんかエクスデスの城かと思ったけど、絨毯じゃん。ちょっとこいつ、ただの人間に何ができるというのだ。エクスデス様が手を下すまでもない。この場で始末してやる。こいつは分身。なんだ分身って。ああ。これ、ユフィすげえな。たまたまブーメランが。ああ。なるほどね。どうしよう、ちょっとユフィに任せよう。ユフィ早いからな。一番上か。てか、1当たりやすと0当たりやすがいるな。うわ、めんどくせえ。4人攻撃してくるんだ。あ、間違えた。連打しちゃったよ。あれ、もしやさ、これさ、あ、そういうわけじゃないか。違ったやつを攻撃すると反撃されるのかなと思ったけど。ピサロもこれ自分で回復できるでしょ。で、テリーも自分で回復できるから、80食らうのかよ。これちょっと短期決戦でいかないと、本当にきつい。よし、ナイスだ。早いよ。攻撃しとこうかな。回復できるし。お、たまたま当たった。やった。また分身か。125。あれ？これ当たってんの？本当に。今ちょっと当てずっぽうにやってるけど。まあ、ブーメランは絶対大丈夫。今一番奥だっけ？エアロが再発動してくれればな。あ、そう、ダメだ。まあ、テリーはただ、回復役になるんで、ピサロも回復するんで、攻撃だけはしとこう。80食らうかんな。また一番後ろか。てか、マジ早えな、こいつ。あ、倒した。やったー。弱かったからな。何が解放されるかだね、な。自分で選べるんだ。よし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 。魔法だな。ビビ、アルテマでどんどん攻めていこう。魔法特技。もう入れ替えとか最後でいい。死亡の回復も結構きついな。記録も最後でいいな。最後が2つあるけど。最後の方でいい。魔法だな。これビビに入れよう、もう。召喚、祈る。祈るとかも魔法系なんだ。OK。おーし。一つ目の封印を解いた。で、入れ替えができねえから、また戻って、ゴスペルリング装備したままだったな。まあいいか。戻って入れ替えよう。めんどくさい。
ただ魔法が使えるようになったのはでかいな。まあ、かといってダークバハムートに挑むのはまだきついんで、テリーも短い命だったな。まあ、装備はこれでいいでしょう。まあ、命のリングだけちょっと返してもらおう。並び替えじゃなくて入れ替えか。テリーとビビを交代と。ビビ何もいじってないもんね。よし、これでちょっとアルテマ無双で次の封印を解きましょう。これで特技が封印解ければだいぶ楽になるな。一応テントで寝るか。魔法が使えるってことはベホマズンも使えるってことだからな。よし、じゃあちょっと左下じゃなくて右下、あそこの神殿に行きましょう。でユフィがまだ何にもできないのか。そうするとユフィは特技人間だからな。まあ、あとどんなやつがいるかだよ。闇の世界に乗り込んできたその度胸は褒めてやろう。だが所詮人間など我らの糧に過ぎん。おお、これはなんだ、ヤマタノオロチの強い版じゃないか。魔法剣が使えないのか。でもまあ攻撃プラスエアロが発動しない。フレア2回の方がいいかな。そうするとアルテマ1回よりは多分強いでしょう。フレア2回の方が306600、うん、そうだな。アルテマが400ちょい、500いかないくらいだから、まあ、40だと考えれば、こいつどうしようかな。攻撃した方がいいのかな。でもキングヒドラこいつがキングヒドラだ。あぶね、なんか色的に闇を吸収してきそうだったけど、なんだ今、なんか出なかった。まあいいや。ユフィがちょっとな、ブーメランで80ずつ早っ、ちょっとずつ削っていくしかない。まだ回復は大丈夫だと思うんだよね。フレアと攻撃だったらフレアの方が強いか。ジハード大丈夫だな。そうすると闇回復されなかった。284、よし。ピサロはちょっとジハードでいこう。サイレントクロー、そういうことか。あ、結構食らうな。フレア2連続でいきましょう。それかもうアルテマ2連発1回使って少し削るか。ボス戦だからな。主人公はちょっと次ベホマズンだな。はいえ、マジはいえ、ユフィヘイストすげえな。そうするとヘイスト使えるミーユとかやっぱりかなりの強キャラだな。それ考えると猛毒の息、まあ、主人公とビビは大丈夫でしょう。激しい炎が結構食らうな。よし、ビビちょっとアルテマで行こう。もうこれでいくつになる。110か。あー、そうするとまた次フレアに戻さないとな。アイテム使えないから回復できないんですよね、マジックパワーが。260、主人公のベホマズ間に合うか。やばい。あー、これいくつ食らう。ビビ、うわ、79、あっぶね。ベホマズンだな。いやー、でも魔法が解禁されただけでも超でかい。魔法解禁されてなかったらこいつは絶対倒せなかった。倒せなかったって、まだ倒してないけど死ぬかもしんないけど、あんまりいい状態じゃないっすよね。やばい、ビビがなー、ダメージの要だからな。やっぱりアルテマで勝負かけるか。アルテマで勝負かけよう。半端に1足りないって。おお、倒したー。よーし、これで特技の封印を解いて、オッケー。でピサロも闇の剣が使えるようになるんで、ちょっともう一回戻って。キメラの翼は使えねえ、道具使えねえし変化の杖とかは使えるんだ。歩いて帰んないと。
道具も重要だな。そうすると結局道具を解除しないと死亡回復ができないからな。キメラの翼が使えないっていうのが意外にめんどくさい。次道具にしよっかな。じゃあ道具にして、で死亡解除して、まああとは入れ替えとかなんかそこら辺を。セーブなんて最後でいいよ。セーブなんてこんなところでセーブしないし、普通に戻るよそれだったら。じゃあ右上あたりにもあるかな。そうすると順番的にダークバハムート最後の方がいいかな。なんかやたらめんどくさいとこに来たな。なぜこんな道を作った。闇の世界、砂漠化が進んでるな、ここ。そして砂漠化の先には神殿が。俺はエクスデス様から無敵の鎧をいただいた。お前たちには破れない。あ、そう無敵の鎧、あ、これ鉄巨人。風魔手裏剣、ウルフマイター 1。え、マジかよちょっとベフマッチに隠させよう無敵の鎧だな、確かに。じゃあ魔法だよ、アルデマ。これ一回貯めよっかな。48、50、マジか。目の剣効くかな。どうだ、ザクッと。あ、めっちゃ通るちょっとリミットにしよう。これ使ってみよう。名前からしてなんか防御虫っぽい。98、うん、当たったな。ギガントソード318か。ちょっと闇の剣で自分で回復しよう。61か、硬いな。神羅万象はどうだ。主人公はアルテマソードとか通らなそうだかんな。いくつ当たる。神羅万象波動砲1マジかいな。じゃあフレアだな。フレアがいくつ当たるか。37か、全然ダメだな。33、まあピサロはちょっと目の剣でこれが一番ダメージ稼げんな。何に依存してんだろうな。もうユフィは回復しよう。ちょっと大丈夫だよな。アルテマソードが通るかな。くらえ、あ、めっちゃ通る。アルテマソード超強い。ギガントソード危ねえ。これは主人公はアルテマソード使おう。でユフィもなんだっけ、明鏡止水か、あれで回復に走ろう。アルテマ、まあ、ちょっとでももうダメージを稼ぐしかない。100くらいだよな、これそんなにヒットポイント高くないっていうパターンかな。そうすると一応かけとくか。明鏡止水かけるだけ。よし、タイミング的にバッチタイミングだ。で主人公もアルテマソード、これいいね。多分防御無視だな、アルテマソードエハルガが14とか。また明鏡止水をかけますか。ギガントソード、おお、アイテムが使えないんで回復はベホマを使うかアルテマソードを使うか、どうしようかな。フレアにしよう。ここはアルテマ2回打てないし、そもそも主人公攻撃に入るか、ベホマでユフィを回復させるか。でもユフィ溜まってるな、ゲージが。一刀両断、大丈夫か。攻撃に入ろう。攻撃こそ最大の防御だ。よーし、だいぶ楽になったな。最初のダークバハムートにはマジビビったけどギガントアーマー道具だな。道具にしましょう。これでキメラの翼が使えるんで、
ひまやの翼で戻ろう。いや、道具の一つでこんなに変わるとは。テントで寝て、やっぱりこれ倒す順番も結構重要っすね。まあ、たまたまだったけど、最初のあの分身するやつは、まあ、普通に弱かったんで。ダークバハムートはちょっと失敗でしたね。なんでダークバハムートの神殿は、ちょっと避けてこっちの方に行きましょう。あと何個？死亡解除とセーブと入れ替えか。3箇所か。我らの邪魔をするとは不愉快な奴らよ。我らが神エクスですよ。ここに生贄を捧げよう。みんなそんなこと言ってさ、やられてて、おお、これはハーゴンではないか。なんか使ったの。ちょっと待って、何使った？ハーゴンのあれにびっくりして見てなかったんだけど。ちょっとユフィ早いから神羅万象一回使おう。で、主人公はこれどうしようかな。全体に一回攻撃しとこう。ロトの剣で弱っアルテマだな。なんかそういう魔法を唱えたのかな、ハーゴン。あー、なんかそうだな、マイティーガード的なやつか。そしたらディスペルでもよかったかな。まあこれは476通るな。召喚、おお、マイティーガードか。ちょっと表示が早くて分かんなかったけど、どうしようかな。普通にブーメランでいいや。弱ー。ディスペルかけよう、ハーゴンに。で、ジャの剣だな。ちょっと全体攻撃で。真空派マジか。これ2回来たら厳しいな。マヌーさん、マジか。めんどくせえもん使ってくな、こいつ。ユフィはちょっとじゃあ回復だな、もう。サングラス女になっちゃった。うわ、ピサロか。ピサロも目薬をかけてあげないと。で、ビビはもうアルテマで攻めよう、やっぱり。ハーゴンどう？お、やっぱ結構当たるね。でも魔法防御高いな。こいつはもう命の剣。これがな、450くらい当たったからな。480、500近く当たるな。召喚。マイティガー。この繰り返しだな。まだまだいってるから。前回か、全員も。前回だな。で、主人公はちょっとディスペルで、ハーゴン。大魔神とかさ、どんどん強くなってんな、なんか敵が。大丈夫か？じゃあの剣で、218通る。よし。レンジボール。これは、やばい！集中攻撃食らった。死亡回復ができないんだ、そういえば。踏みつけ。痛いー。どうする？ユフィの明鏡止水で回復させて、主人公はな、ちょっと魔法剣アルテマソードを使おう、ターゴンに。おりゃー、これはちょっとビビが死んだのが痛いな。ネンジボールか。危ねえ、これちょっとネンジボールの確率が増えるかな、集中攻撃の。踏みつけ。こっちの方が早かったか。148、これはまずい、危ない。ベホマ軍も唱えとくか。まあこいつはもうハーゴン狙いでいこう。ちょっと先にもうボスを倒す。よーし。いやー、まさか死亡を復活できないだけで。お、ニルバーナかっこいい。なんだろう、ここまで苦労するとは。もうこれで戦闘に関しては大丈夫。てか馬車あったんだね全然気づかなかった。ニルバーナってなんだ、名前はなんかすげえかっこいいんだけどな。あ、杖系か。悟りに達した賢者のための杖。これ魔力とか上がんなくね？装備しようとすると勝手に上がるのかな。てかビビ勝手に復活してんなこいつあれ全回復してんじゃん。いちいち帰ることなかったんだ。
じゃあちょっとこのままサクッといきましょう。道具も使えて脂肪も回復できるんで世界樹の葉で最悪なんとかできる。でダークバハムートは最後。あとどこだ、あれこの上とかはもう一個あるはずなんすよね。そうするとでこの下もう行ったよね。あれマジでわからん。まあ最悪セーブはそのまま封印されたままでも、あこっちがあるな。まあいいっちゃいいんだけど。さてもう俺に怖いものはない、完全に怖いものはない。エクスデス様に歯向かうとは愚かな。いや愚かなのはお前だ。その肉を裂き腹綿を食らい尽くしてやろう。バラモスみたいなこと言ってんなこいつこれあれかなんだっけ、そうジャミラス、ジャミラスとかだったらなんかバラモスとかの方が格が高そうなんだけど。もうアルテマソード使おう。攻撃あるのみで、ビビ一回ためよう。命の剣、命強止水でいいでしょう。多分全回復はしないけど、まあある程度は回復できるんで231、もうほぼ回復したな。激しい炎はもう主人公フバハかかってるんで大丈夫でしょう。これでアルテナ使おう。アルテナ使うと2発とも強いのかな。972、あテンション戻っちゃった。まあそりゃそうだよね、1回ずつ貯めていくのもいいな。そうするとよっわマジ弱いこいつも弱かったな。いや実は普通に戦うと強いかもしれないな。もう全ての封印が解けてるから入れ替えだな。そうするとじゃあこの調子でもダークバハムートもいけるな、全開してるし完全にもう怖いもんないないやジャミラスあそこまで弱いとはちょっとびっくりしたよ。やっぱビビリのなアルテマが超強い。一回貯めてアルテマ連続みたいな、このパターンがかなりいいっすね。マジックパワーの節約にもなるし、まあさすがに2回目はテンションが元に戻っちゃってるけど、でもまあ普通にアルテマが入るんで。てかダークバハムートって普通にエクスデスの部下だったんだ。ウマ手裏剣だシャドウフレア、パターン一緒だなあーダメージそのものは結構食らうな。まあいいや、アルテマソウで攻撃していこう。問題はビビが死なないってことだからな、大前提として。そうだ闇回復されるんだ、忘れてた。もう完全にニワトリ頭だからな俺どう、灼熱きつい。アルテマはさすがに大丈夫でしょう。896、よし。じゃあどうしようかな。ジハードも絶対ダメだからフレアだ。まあ一応攻撃手段はあるのか。273か、こう見るとちょっと弱いよな。まあアルテマソードで攻撃を、よし。ダーク、ダークなんだ。うわシャドウフレア、ちょっとビビに来るときつい。うわエクスポーション使おう、もったいないけどうちの生命線だからなビビは。死なれるのだけは困る。ダークフ、ダークフレアか、輝く息。明鏡止水でってことはもうどんどん攻撃 していった方がいいな。ダークフレアだからもう一回ビビ貯められんな。そうすると本当かよ俺の計算は合ってるのかで、もうビビマジ頼むぞ
もうユフィは完全に回復役、まあ、回復役が2人いるとだいぶ安定するよな。最悪主人公も回復に回せるんで、よし、これで決めたい。このアルテマで決めたい。このアルテマで決まんなかったら主人公のアルテマソードアルテマのオンパレードだな。834、これでどうだ。よーし、まあダークフレアがどんなものか食らってみるのもよかったかもしんないけど、正宗と雨の村雲ってどっちが強いんだ。シリーズ的に考えると雨の村雲の方が強いんだけど、全ての封印が解けましたね。まあ一番最初だけちょっとあれだったけど、その後一個解けるだけで全然違うからな。魔法っすね、やっぱり魔法が使えるようになるともう全然戦闘が楽になるんで、で魔法さえ解ければあとはもうトントン拍子で強くなるだけなんで、というところで、全ての封印を解いたところで、次はあの絨毯のエクスデスのところに向かえばいいのかな、というところで今回はこれで終了します。